今晩の祈祷会の聖書の箇所は、ヤコブの手紙第5章14節から15節です。今後役新約聖書の365ページです。今晩はこの箇所から吉田誠先生を通して、信仰とは何ですかというタイトルでメッセージをいただきます。聖書をお読みいたします。今後役新約聖書365ページ、ヤコブの手紙。 第5章14節から15節あなた方の中に病んでるものがあるか、その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリブ油を注いで祈ってもらうがよい。信仰による祈りは病んでいる人を救い、そしてその人を立ち上がらせてくださる。かつ、その人が罪を犯していたなら、それも許される。 お祈りをさせていただきます。天の父なる神様。主の皆を賛美します。主の半ばの。この祈祷会を。こうして。礼拝堂で。持つことができ。祈りを捧げることができますことを感謝いたします。さまざまな。 状況の中にあってのお一人お一人にどうぞ神様が語ってくださり祈りの時をそしてまたこれからの歩みを導いてくださいますようによろしくお願いいたしますこの祈祷会を委ねしてイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン皆さんこんばんは ようこそ祈祷会にお越しくださいました。え今日山形県では公立高校の入学試験が持たれました。この祈祷会でも毎週ですね本当にこう祈っていただいて、そして朝の争朝祈祷会でもお名前を挙げてお祈りをしていただいて、まあその本番が今日となりました。 受験生は本当にこう緊張したと思います。そして親御さんもですね、とってもこう緊張なさったのではないでしょうか。ある県外の方なんですけれども、学校にお勤めの方がいらっしゃいます。この方は個人でですね、えー、日に三度 祈るというそういう方ですこういうお手紙をいただきました人それぞれ日々の生活においてルーティーンがあると思いますが私は一日三度手を胸に当て祈ります一度目は朝新聞の配達を終えると帰宅途中の 公園のベンチに座り祈ります。最低限。世界が平和でありますように。を加えます。二度目は。職場の校門。二十メートル手前で立ち止まり。今日も。祝福された一日でありますように。と。そして三度目は。仕事が終わると。グランドにより。 十分は一人で一日を振り返ります。そしてグランドに一礼します。まあ、こういうふうな方がいらっしゃいます。皆さんの中でもですね、日に三、まあ、度と言わずですね。こう祈る、そういう生活をなさっていらっしゃると思います。皆さんがですね。あなたの信仰は何ですかというふうに。 聞かれますとイエスは主なりイエスが私の救い主ですそのようにお答えになられると思います私たちクリスチャンの特権はどのような状況にあっても互いに裁き合ったり文句をこう言う代わりに神に祈ることができるということです信仰とは何ですか 今日タイトルそのように付けさせていただいてますがこれは神の御言葉の原則ですクリスチャンの確信はすべてを最善にしてくださるそのことを私たちは知っていますローマ人への手紙の第8章の28節に神は神を愛する者たちすなわち ご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を駅となるようにしてくださることを私たちは知っている皆さんもお好きな箇所だと思いますそして2つ目は主の目と耳は私たちに向き見守っているこれがクリスチャンの確信です ペテロの第一の手紙の第三章の十二節「主の目は偽人たちに注がれ主の耳は彼らの祈りに傾く」あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ているこれがクリスチャンの核心ですこれはピリピ人への手紙第四章十二節十三節にあります私は貧に処する道を知っており 富にるる道も知っている私は悪くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に処する秘訣を心得ている私を強くしてくださる方によって何事でもすることができるこの3つクリスチャンの核心ですねすべてを最善にしてくださる主の目 耳を私たちに向き見守っているそしてあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ているこれがクリスチャンの確信ですそして皆様もそのことを思い日々歩んでいらっしゃいます今日の聖書箇所十四節のところをお読みしますあなた方の中に病んでいるものがあるかその人は教会の長老たちを招き 主の皆によって、オリブイを注いで祈ってもらうがよい。このところに、病んでいる人っていうのが出てまいりますが。この病んでいるものというのは。弱っている人。そして、死ぬような重病人ではない。というのが、こう語源にあります。病んでいるものを救いと。 いうふうにあります私たちも具合が悪くなったり調子が悪くなるとまず自分で祈りますよねまず自分で祈るそういうことをなさると思いますそして次に聖書では長老たちに祈っていただくということが書いてあります長老たちというのはどういう方々を言うのかと言いますと神の恵みによって 特に祝福を受けている人々教会員の一人一人のことを絶えず心にかけ特に病気の人がいる場合には求めに応じて直ちにその枕辺に行き鳥なしの祈りをする信仰の備えのある人このように書いてあります。そういうい方が教会に たくさんいいらっしゃいますそしてその方に祈っていただくそれが教会の場所であろうとそれが教会の外ですねでお家であろうとそれはさまざまあるかと思いますがそういう方々に祈っていいただきなさいそしてこのところで「オリブ油を注いで」ということが書いてあります。こ、まあ、このところ オリーブ油に病気や傷を癒す力があるからかもしれないまあそのようにですねちょっと書かせていただいてるんですが聖書を見ますとルカによる福音書の第10章の34節にはこういう御言葉が書いてあります近寄ってきてその傷にオリーブ油とぶどう酒とを注いで包帯をしてあり自分の家畜に乗せ 宿屋に連れてて行って解放をした、まあ、そういうい箇所があります傷を負っている人に対してここでオリブーブ油とブドウ酒をこう注いでそして包帯でですから傷を癒す病気を癒す力があったまたもう一箇所には今度は主の弟子たちもですねそのようにしているところがあります。 マルコによる福音書の第6章の13節には大勢の病人に油を塗って癒したですからここで塗るっていうのはこれというのは一つの当時の習慣でもあったというふうにこう取ることもできるわけですそのように病んでいる人に対して祈りそしてまた オリブ油を注いで治るように祈っていくそういうことがなされてたわけですそして15節にお読みしますと信仰による祈りは病んでいる人を救うそして主はその人を立ち上がらせてくださるかつその人が罪を犯していたならそれも許されるとございます信仰による祈りには 力がありますそのことは皆さんも体験なさっていますしこれからの祈りの時でも体験する時があります信仰による祈りこの祈りを求めて教会にいらっしゃるそしてまた二人3人集まって祈りをするそういう時が持たれるわけです今教会のメッセージでよくカン君という方のお話が出てまいりますが 15年間引きこもりをしていてそしてそこからですね、まあ、米沢の地に来てそしてここでさらなる元気になろうそのようにして教会にいらっしゃったそして教会にいらっしゃりそして多くの先生方そしてスタッフの方信徒さんの皆さんと関わることによってぐんぐん元気になりこの冬も雪片付けをですね率先してしてくださる。 でその彼が米沢の町の中を歩いていますとお寺の境内の前で一人の高校生が泣いているどうしたんだい親と喧嘩したそうかじゃあ話を聞こうということで工場教会に連れてくる。そしてそこでやはり人生の先輩まあこの今日の御言葉で言いますと長老たち。 その方々をこうご紹介すす。るわけですそしてその高校生も元気になっていく。毎日のように教会に来ていろいろお話をするってぐんぐんこう元気になっていくわけですそして2月の末にですねこの教会の礼拝に出席をする日曜日来る、まあ、そういうことがございました。 礼拝に出席しましてそして彼はですね高校の友達を一緒に連れてきました高校の友達を連れてきてですね私も会いましたびっくりしましたあれ滝口くんじゃないかあら吉田先生じゃないか彼はぐんとこう成長していましたけれども 小学生中学生の時にですねこの英語学院でで勉強したた生徒だったんですねその青年がですね心弱っている時に学校に行って「今度米沢工場協会の礼拝に行くんだ」というふうにその滝口君という人に言ったんですねそうしましたら「おそこは知ってるよ俺の方が先輩だ」っ こう連れてまあ逆どちらがこう連れてきたかはあれですけれどもこの礼拝に久しぶりに戻ってきてですね出席をした私はですねいつもこの若者が戻ってくると思うんですね小学生中学生が戻ってくるといつも思いますおお鮭が戻ってきた幼少の頃っ 住んでいたたところから出てってまた戻ってっっま戻まあそういうふうにですね私は思うんですけれどもそのようにですね祈りがあり力があるそして癒しを求めるそういう場所には人がこう来てくださる、まあ、そのことを私も体験をさせていただきました信仰には祈りにはその力があると。 いうことです。そして二つ目に立ち上がらせてくださるということです。このところで立ち上がらせてくださるという言葉には肉体的に自分の足で立てるようにするというそういう意味がですね、えー、ございます。具体的にもう立ち上がることができるようになるとそういう癒しをですねこのところでは言っています。ですから私たちも 病んでいく、調子が悪くなる、その時に祈る、祈っていただく、そのことによって私たちは具体的に立ち上がって歩んでいくことができるということを教えてくれています。あの一人のアメリカの俳優のお話なんですけれども、この俳優さんという方は、なかなかうまくですね、 セリフを話すことができないそして体は大きいんですけれどもうまくなかなか演技ができないということで何回もオーディションにチャレンジはするんですけれども落ちてしまうそういう方がいらっしゃいましたそこまでいきますとですねだんだん落ち込んできますね何回チャレンジしてもうまくいかない でこのクリスチャンの男性俳優はですね神様に祈ったんですよ。神様俳優をやりたいんですけどよろしくお願いしますそうしましたら知恵が与えられました何をしたかと言いますと自らですね主演となるその脚本を書いたんですその 主演となる脚本特徴は主演者のセリフが少ないということなんですねセリフがうまくしゃべれないんですそしてその脚本を書いてそれを映画会社に持っていくわけですで、その制作をですね始める最初ですねこの映画 映画にもこうランクがあるそうですけれども B 級映画ということでアメリカで始まるわけですけれども始まったら人気がぐんぐん上がっていきましたそして大ヒットアカデミー賞も獲得するとそういう映画になったんですねそして彼はいきなりもう時の人となっていくわけですその映画が 45年前の映画言葉が少ないしかし立ち上がる感動の映画ロッキーなんですねあまり若くてですねわからないっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれどもこれが「ロッキー」という映画でした有名なシルベスター・スタローンという方この方今では、まあ、もうハリウッドのですね 超大物の俳優ベテラン俳優になっていますけれども今でもですよ長いセリフの役は断ってるんだそうですよ自分の特徴を生かしたですねそういう映画を撮り続けているその他にも皆さんもご存知の映画あるかと思いますが自分に合ったそれを 探し求めいや求めても見つからないから自分で作っちゃえってなったわけですねそういう知恵が与えられるそのように私たちも自分の特徴を生かしてそしてしっかりと立ち上がって歩んでいくそういう歩みをしていきたいものですそして3つ目ですが「罪が許される」ということですね神様が 私たちに与えてくださる愛というものは多くのですね罪を負うそのことを私たちは知っています私たちのこれまでの歩みの中でもう恥ずかしいこと人には言えないことそういうこと一つや二つ終わりなんじゃないでしょうかそういうのを 若い子は黒レシキっていうのはそうですねブラックの歴史,歴史ですよ黒レシキこの黒レシキっていうのはもう人には言いたくないことそしてまたなかったことにしたいことそういうことを言っていますしかしそういう一つ一つの歴史神様は 私たち一人一人の人生を常に最善にしてくださる準備してくださっている今はつらいかもしれないけれども必ず良くなるんだ必ず最善になるんだというのが神様の約束になります。しかしそんなことはないっていうのはまあ神様なんかいないもうそう言ってることと同じですからそれを罪というふうに言うことができるわけです。 しかしその罪さえも神様の愛はしっかりとこう覆ってくださるということですそして罪許されるそれは神の愛が常に注がれているということですヨハネの第一の手紙の第四章の9節に「神は その一人子を世に遣わし彼によって私たちを生きるようにしてくださったそれによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのであるイエス・キリストによって明らかにされた神の愛がここに存在すると断言をしていますイエス・キリストは 私たちのために十字架にかかり死んで下さったそして三日目に復活をしてくださいましただから私たちは永遠の命をもって歩んでいくことができるそのことを私たちはいつもいつも心に思い歩んでいく。 生活の中で本当になんかつらいななんでこんなことがそういう時に私たちは神様に祈ることができる自分の気持ちをですね素直に神様に言っていいんだよそしてそういうもの一つ一つを神様のこの大きな愛で包んでくださるそして 愛を注いでくださる、それが私たちの神であります。初めてこう仕事をなさる息子さんがいるその息子さん一生懸命仕事をするけれどもやはり初めてこの社会に出てくっていうとつらいそういうことが多々あるそうするとその息子さんはお父さんに「 メールで送るんだそうです仕事でつらいんだ送りますそうするとお父さんはそれ見て「だが」標準語で言うと「そうか」ということですけれどもねそういうふうにしてですねただただ聞いてくれるそれがお父さん。 息子はそれに温かく受け取ってですねまた仕事をこう続けていくそういう親子関係神様と私たちも同じそういう親子関係にあります、まあ、今日はあの山形県高校の入試ということを最初に申し上げましたけれども またそれれと入れ替えにですね今度中学校小学校は卒業式というのが今度始まってまいりますが高校の卒業式っていうのはもうすでに終わっている学校がたくさんあります。卒業してきた高校生に「卒業おめでとう」そしてまた私インタビューをしました。 卒業式どうだった市内のある高校ですけれどもねいやー感動したって言うんですねそうもう今さまざまコロナ禍というふうに言われる中にあって卒業式、まあ、親御さんは一人しかとかいろいろこう工夫をして皆さんなさってるわけなんですけれども「感動した」って言うんですね。何感動したの 聞きましたそしたらその方はこう言いました最後に卒業式の閉式の挨拶教頭先生がしてくれたんですその中でその教頭先生がこう言いました皆さんこれまでの高校生活3年間頑張ってきました これからも頑張り努力するでしょう。しかしそれが辛くなったら苦しくなったら疲れたらいつでもこの学校に帰ってきていいです卒業式終わります」こういうふうにおっしゃったんだそうです。こののの最後の式の挨拶がよかった こういういいにおっしゃいましゃまた私たちの神様もいつでも戻ってきなさいいつでも祈りなさいどんなことでも言いなさいどんなことでも祈っていいよそのように私たちに語ってくださっているのが私たちが信じる神様です。 主を喜ぶことは私たちの力ですその主に祈りそして信仰を働かせて歩んでいくそのような主の後半としてまいりましょうお祈りをしてまいりましょうあなた方の中に病んでいるものがあるかその人は教会の長老たちを招き 主の皆によってオリブ油を注いで祈ってもらうがよい信仰による祈りは病んでいる人を救いそして主はその人を立ち上がらせてくださるかつその人が罪を犯していたならそれも許されるどうぞお一人お一人私たちを。 導いてくださる神への祈りの時を持ってまいりましょう。